ん？よいしょ。なんだこのライン。こっちでいいのか。これは一体。うわ、壊れちゃうんだ。いいよ。怖っ。侵入禁止？え、どうすんの？さっきから気になってたんだが、この赤い空間は何だ？これですか？見ての通り立ち入り禁止ってことです。それは分かってる。入ったらどうなるのか、それを聞いてみたんだ。どうなるって？特に何も。え？何もないのか？はい。本当に？信じていいのか？全く、私の言葉がそんなに信じられないんですか？傷ついちゃいますよ、もう。そんなに信じられないなら見せてあげますよ。ふう、ふうって何？ちょっと不安がってるじゃん。見ていてくださいね。え？ほら、ここからが本番ですよ。ほら、なんともないでしょ？これからは専門家の意見にケチをつけないでくださいね。めっちゃへっぴり腰だったけど。本当かな？いたー！え？ A はこっちよ。今更聞くのもあれなんですけど、おじさんって体にどれぐらい人間の部分が残ってるんですか？なぜそれを聞くんだ？ここでは体の出力が一定以上になると現役システムが作動するんです。いやー、ほとんどは問題なく通れますよ、ほとんどは。この腕を見ても大丈夫だと思ったのか？すいません、おじさんの増強された体の出力がそこまで高いとは思いませんでした。これからはそういうことがあれば必ず先に言え。ならどうやってここを通ればいいんだ？危険区域を解除する方法はないのか？この迎撃システムは都市の管理体系で管理していますね。システムに直接アクセスするのは難しそうです。そうか、それなら私が与えた、あらららららで、他の人なら諦めるけど、私のような真の専門家は自ら解決策を探るんです。待っててください。ここを乗り越える方法を探しますから。え？お、コントロールパネル見つけた。電源？あ、照明の電源か。非活性化。いや、ちょっと待って。分析してる？本当に。
何してんの？どうやって来たんですか？びっくりしました。あ、これは物資の輸送ライン。やっぱりそうだわ。これにくっついてると信号を隠せそうですね。まあ私は知っていましたけどね。私専門家ですし。今回だけはそういうことにしておいてやろう。行くぞ。よいしょ。やばい。結構落ちるの早いなあれ。よいしょ。やば。どっからだこれ。あ、こっからか。いたー。無理。なんでそっち行く。なるほど。あ、無理。よいしょ。これで？いいのか、こっちで。よいしょ。お？戻ってない？おお、なるほど。おー、綺麗。人が一人もいないなんて思えないよね。ここが孫市の中心であり、心臓部といえる摩天楼の海。資本主義の花であり、可能性のメッカ。罪悪の都市であり、最も華麗な都市で、あの世の歓楽街。孫の商業地域。昔から来たかったんですけど、こんな形で来ることになるなんて。別世界だな。空が見えないぞ。だからここには太陽が昇らない都市っていう別名があるんです。建物に覆われているせいで日差しが全く届きませんから。サイバーパンクだね。妙だな。何を。ここにも誰もいない。それはさっきの最下層も同じだったでしょ。今更じゃないですか。
最下層とは状況が違う。人が消えるためにはどこかに移動する過程が必ず伴われる。そしてこの規模の繁華街なら人間だって大勢いたはずだ。各自の意思に関係なく、その大勢の人々が同時にここから離れようとしたとなると、そこには必ず大混乱があったはずだ。周辺を見てみろ。ここは驚くほどに全く荒らされていない。人々が同時に消えたんじゃないのなら、ここは妙だと言うしかない。妙だとしか言いようがない。それは確かにそうですね。これもあのサンナビの仕業でしょうか。サンナビにあったらわかるはずだ。そうだマリー、この辺りにブラックマーケットはないか。ブラックマーケット？何ですかいきなり。手に入れたい部品があるんだ。ちょうど商業地域の下にありますね。この近くです。そうか、先にそこへ立ち寄るぞ。わかりました。はあ、この腐敗したお金の匂い、なんかこう絵に描いたようなブラックマーケットですね。あ、嘘、マッハハリネズミの限定版フィギュア。緑の服の伝説に出てくる超合金の盾もあるわ。あ、なんか見たことある盾だ。副業で配管工をやってるキノコ帝国の傭兵の帽子。挑戦制剣の剣1分の1スケールって、これは偽物ね。でもクオリティがやばい。やばい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 。この年最高だわ。任天堂のものっぽいものが結構あるんだな。ん？先進んじゃうよ。ここか。こっち来ないのか、周り。来ないな。マフィンは笑顔。部品。ん？パパ、お誕生日おめでとう。すごい飾り。え、謎の泥棒参上。ギフトを返してほしければ裏山に来い。プレゼントが盗まれた。恐竜好きだね。どうやって出るんだこれ。反対か。こっち？左？お、来た。これが新しい能力か。あ、すごい。こうしてこれで動けるんだ。天井に張り付いて
へえ。お、怪しい。パパ、お誕生日おめでとう。パパのために作った手作りケーキだよ。きっと美味しいと思うよ。なぜって、だって私が作ったから。娘よ、このパン屋のロゴも消すべきだったな。あら、手作りじゃないな。せめてキャンドルをきれいに見せようとしたの。本当だよパパ、大事なのは気持ち、細かいことは気にしちゃダメよ。せーので火を消すんだよ、わかった？せーの。なんだ、こっちが感傷に浸ってるっていうのにまだわからんのか。私はたかが情になど何の興味もない。すべては明白だ、まるで0と1のようにな。お前は過ちを犯した、故に裁かれるのだ。いいですか、もう。私に何をどう反応しろと。これ知らないんですか？すごく有名なアニメですよ。ハッカー武士サイファー。なんだそれ。ハッカー武士だと？はい、ネオデータブレードで武装した孤高な武士です。今のせ、ああ、ごめんなさい。すいませんでした。うん。ネタバレはしませんからご安心よ。今度見てくださいね。だいぶ喋ってたけどな、今。お前の好みについて口を出すつもりもない。そろそろ行くぞ。そのおもちゃは全部捨てておけよ。これおもちゃじゃないんです。この刀は正常に作動する回路浸透装置が内蔵された本物のハッキングアイテムなんです。あまりにも規制が激しかったから、アニメのグッズの中にこっそり忍ばせて密売しているんですよね。ほう。で、おじさん、あそこで何をしていたんですか？記憶変換？そんなのに興味があるんですか？まあ、私も昔記憶をいじろうとしたことがあるんですけどね。でも結局は偽物だったんですよね。できればしない方がいいですよ。前にも同じようなことを試したことがあるのか？廃人になる気か。何言ってるんです。おじさんが見てたんでしょ？私が中毒患者ですって？なぜこれを見ていたの？あなたの娘さん、彼女に何かあったの？行くぞ。おい、待て。銃に撃たれたか、いや切り刻まれたというべきか。このロボットは何だ？マリ？え、あ、これはワーカーってロボットですけど。ワーカー？はい、孫子専用の自動労働者で、
孫市でいろいろな仕事をしている、いわばロボットの労働者といったところですかね。労働者だと？労働者がなぜああも蜂の巣になっているんだ。それは知りません。私だってここは初めてですから。うん、そうか。武装した敵がいる模様だ。注意して進むぞ。それってまだ人がいるってこと？ん？いたー。やっばー。死ぬー。うふん、くるくる回転しまーす。あれ、まずい。これはこうか。痛いって。危な。開いたー。うん。よいしょっと。で、うっ、それいけんの？うわ、危ない。壊れちゃった。はい、よいしょ。油断してると、油断してるとやられる。ああ、もう滑り落ちた。よいしょ。お、うわー、危ない。え、いける？あ、いけた。
危ないって。あでも体力回復してた。ですよねー。よいしょ。ああ下か。待って。やば。危な。むずくなってきたな。ん？なんじゃ？あれはなんだ？商業地域の治安維持隊ですね。治安維持隊？警察か。警察じゃないんですけど、似たようなものってところですかね。似たようなもの、分かりやすく説明しろ。孫市って完全自治都市じゃないですか。国家の公権力が介入できる場所じゃないんですよ。だから警察の代わりに治安維持のための武装組織がこれなんです。つまり孫グループ所属の自動戦闘アンドロイドってことです。ほう、治安維持か。この武装レベルだと今すぐにでも戦場に投入してもいいくらいだな。そんな強いんだ。あれを見てください。あれが犯人か。あれは単に破壊したってレベルではないな。まるで二度と作動できないように廃棄したかのようだ。ロボット部隊がワーカーを廃棄している。何か心当たりはあるか。マリ。え、あ、すいません、今なんて。え、見つかったか。しっかりしろ。こっちを歓迎しているようではなさそうだぞ。そんなに強くはない。いった、これが一番強いわ。大丈夫？鳥ちゃんいっぱいいるね。さっきから。あの鳥居みたいなとこにもいたし。どうしてここにはハトがこんなにたくさんいるんだろう。孫市が鳩の天国と呼ばれる理由はこれだったんですね。私は鳩が嫌いです。バイキンだらけだし汚いし、どこにでも糞をするし、どう見ても可愛くないんだもの。あ、やばい。なんなの、あっち行ってよ。そんなに見たところで何も出ないわよ。悪口言うから。あれれれれれれ、どっか行ったぞ。